ペネソニック。はい、本日はですねこちらパナソニックの SE-HDA710 ということで、こちらのシステムコンポをお届けしたいと思います。セカンドストリートで購入した、ま、ジャンク品ということで、ま、散財って書いてるんですけど、ま、特にいらないんですけど、今回ちょっと買ってみました。でこちらの方はですね、まあ大きいので準備するのもですねちょっと時間かかって、もう本当に大変なんですけど、まあ、なんとかですねこちらの方今日はやっていきたいなと思います。今回の動画だけでお届けできるかちょっと微妙な感じなんで、第2弾っていうのをやっていくかもしれません。一旦ですねこちらの方ちょっと見ていきたいなと思います。それでは早速レッツゴー。ピーキー、熱っ、熱い、いや暑いわ。まあ、今年の夏は本当暑いですね。まあ、これ見てください。こんな感じですっごいボリュームなんですよね、これ。でも内容はもう全然覚えてないんですけど、こんな感じでスピーカーとこのデッキ類で配線ですね。まあ、ちょっとその辺もあるので、いやーこれすごいわ。へえ、ちょっとですねこっち運んでくるのにほんと息切れするんですよね、これ。はぁはぁ、もうほんと、重たくて。もうね、これ持って帰ってくのかなり大変だったと思うんですけど、もう当時の状況全然覚えてなくてですね。もう本当に安くで購入できました。ちょっとこちらの方ですね、軽く紹介していきたいと思います。まあ、ヤフオクの取引履歴ではだいたい3000円前後ということみたいですね。で、2年前に、まあ、セカストで購入した、商品なんですけど、まあ、詳細はもう全然覚えてないと。まあ、多分持って帰るのに、すごい苦労したのかなというところですね。で、まあ、場所の問題と。こんな感じでですね、まあ、ちょっと取り出すんですけど、まあ、状態はね、まあまあ良さげなんですよね。これ。まあ、見た感じ。で、こちらですね、線も、こんもり。ありまして、ただ見た感じですね、こんだけシステムコンポなのに、リモコンがですねない感じなんですよね。だからちょっと操作できるかがちょっと微妙なんですけど、いやもうこの線見るだけで嫌になってきますねこれ。いやまあこんな感じなんですよ。ほんでちょっとこちらの方がスピーカーで、ここにですねおそらく値段書いてたと思うんですよ。3300円、1/3、2/3、え、まあ1/3ということですね。これ1/3ってこれ大きすぎますよね。こんな3分割あるのかというぐらい、ちょっとこちらの方がですね規模が大きくなってるんですけど、これね、これが1/3って書いてるの、これで一塊なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、治るのかはですね、まあ、さっぱりわからないので、まあ、とりあえずですね、まあ、そんな、動画のチェック修理をやっていきたいと思います。こちらですね、今からセッティングの方をしていきたいと思います。じゃあやろうか。これは大変だぞ。よいしょ。あ、いだだだ。袋。大きい袋これ。こんな大きい袋あるんですね。人入れますね、これ。こちらの方はですね、発売日が2000年の9月1日ということで、23年ぐらい前の商品になってますね。古いコンポですね、こちらの方も。とはいえですね、こちら、アンプと、こちら DVD。DVD、CD とか、あとですね、カセット。カセットデッキ。お、ああ、すごいです、これ。え、これ、どんななってんねん、これ。これ、楽しみですね。カセットがどんなして出てくんのかっていうのが、これこカセットにしてちょっと大きいので、どんな感じなんだろうかこれで、MD ですねこちら、これはまあ至って普通で、こちらの方はチューナーかなになってます。だから
5種類あるんですよね。でスピーカーの方がですねすごい珍しくて、これね、まあ、こうやって取ると、あ、なかなかいい感じ。スリーウェイダイレクトドライブということで、ツーウェイじゃないんですよね。まあ、こう見たらツーウェイなんですけど、この横、これがウーハーなんですよね。いや、これどんな感じで音鳴るんかなと思って、すごい気にはなってるんですけど、まあ、こんな感じになってると。まあ、非常にですね、まあ、デザイン的にも、まあ、悪くない感じです。パナソニックなんですけど、テクニクスバージョンもあるみたいですよね。ロゴが違うだけだと思うんですけど、まあ、テクニクスバージョンがありました。まあ、こんな感じですよね。まあまあ、なんかちょっと、どうで、なんか中途半端な感じ？これ真ん中の方がいいかな？いや、なんかおかしいな。やっぱりこうですね。ちょっとこれでもなんか、いまいちかな。はい。横置きの方がいいですよね。これ縦に置いたらですね、ここが突き抜けるんですよね。で、なんかすごいブサイクになるんで、私はそれちょっと嫌なんですけど、まあこんな感じかな、とりあえず。前任者の方が、なんかシール貼られてるんですよね。保存版とか、ドラマとか、映画とか。なかなかリアルな感じで、いいですね。保存版っていうのは、あれなんですかね。DVD の保存したやつを、再生するよ、という感じなんですかね。で、ドラマの再生はここですよ、とか。で、映画はこの電源、っていうことですよね。何が入ってんの、これ。まずこれ。これは、うわー、細かー。何これ。これあれかな、スピーカーの線なんかな。すごい細かい。3種類の配線があるんですよね。同じようにあるんですよ。で、さらに、ちょっとよくわからないのは、これ。これもあるんですよ。これ。これはまあ普通の一般的なスピーカーの線ですよね。で、さらにこれがある。なんかもう後ろ配線だらけになりそうな気がしていて、ちょっと怖いんですけど。で、これは？これはあれか。FM、あ、これもスピーカーやな。え？スピーカーのせい、なんかこれおかしくないかな、これ。バランス悪いな、これ。こっち側がこんな大きくて、こっち側。すごい小さいんですよね。これまた違うやつかな。まあ、なんせね、スピーカーの線が腐るほどあるんですね、これ。で、これが、あの、FM。FM ですよね。で、これが、AM のアンテナ。AM ループアンテナって書いてますね、これ。こちらの方が DVD の接続かな、これ。映像ケーブル。これは何やろな。ちょっとよくわかんないですね。で、これが光ケーブルか。おそらくこれ CD、DVD のデッキと接続する。もしくは MD と接続するか。まあそんな感じです。もう配線がですね、なんか足りない気がするんですよね。ちょっとよくわからないですね。まあまあ足りなければ、まあそれをちょっと補うみたいな感じで、ちょっと設置の方をしていこうかなと思いますね。無理か。いけるかな。いけるような気がしてきた。なんだ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 。ああ。いこらセット。見てください、これスピーカーの線。これ三本。あ、さっき言ってた三本ですね。これ類がつながるやつですね、これ。これが何やろ。あ、これが MD。わあ。出力ありますね。出力あるんですけど、もうこれ。直接つながってる感じになるのかな、これ。で、どうも、このチューナーのところにコントロールが集中するようになってて、この辺も。とりあえず良かったのは、外部の光出力がついてるから、ああ、そうか。でも、これだけ使いたいっていうのはやっぱりできないですね。これが電源も兼ねてるから、そうか、セットで使わなあかんってことですよね。で、これが、アンプなんですよね。
アンプはなんかどういうことこれ。さらに、あ、ここか。これ3つずつのさっきのスピーカーの接続ですよね。まあ、ここで行うと。で、これはこのなんか短いケーブルなんで、おそらく、まあ、この辺こう繋がるんかな。で、これがですね、DVD か。えらいなんか突き出してるんですけど、まあ、システムコントロールってこれまたなんかケーブルいるんかな。ちょっとなんか動きがしないような気がしてきました。で、デジタル光出力もついてると。S 映像出力、まあ普通の黄色、センター 5.1 チャンネル用のやつですかね。で、ウーファーまであると。でも実際ウーファーはこのスピーカーで対応しているのでいらないんですけど、まあサブウーファーという端子もついてます。サラウンド用、フロント用、まあそんな感じですね。で、下がカセットですね。これステレオカセットデッキということで、特に何もない。ループアンテナホルダー、はい、まあこんな感じになってます。説明書はないんですけど、あのインターネットで拾えるのでちょっとやっていきます。これね、やっぱ場所決まってますね。これこれだとこれがね繋がらないんですよ。で、これはここに刺すみたいなんで、これとこれは上下セットしてやらないといけない。開けていいんかな。こういう感じか。あちゃあちゃあちゃ、これが上にならなかった。これはこうですね。で、こう繋がると。これはここか。これでいいみたい。で、これだけ。で、あとスピーカーか。これ何これこれ関係ないやん。あ、わかった。これはおそらく今回のスピーカーって、これ純正のスピーカー短いんですよね。コードが足りないから、片方だけはこの3本、これ2本ついてて、ちゃうか、え、違うわ。関係ないもんがついてたんですかね。これよくわかんないですけど、とりあえずスピーカーと、電源ですね、繋いだらもうこれで完成ですね。ようやくですね、接続できました。スピーカーやっぱこんな感じで3本3本うちの本体側の接続ですね。で、あと電源と、で、テレビの出力と、まあ、テレビのところでも音鳴らそうと思うんで、一旦フロントに繋いでみました。で、ミニディスクとかはもうこれだけなんですよね。この線。で、カセットデッキも、これ。これをもうこの線だけ。なので、これで、動作するかちょっと今から見ていきたいなと思います。よいしょ。あ、やばいやばい。やばいやばい。ちょっと待って。できました。こんな感じですね。ちょっと電源の方を入れていきたいなと思います。で、ボリュームはこれゼロになるのかな、大丈夫かな。ちょっと耳塞ぎながら、なんかもうすごいノイズの音したら嫌なんで、一旦ちょっと耳塞ぎながらやっていきます。じゃあ電源オン。どうや、あれで今待機、あ、これですね。うん。通電はしていますね。あれ、勝手についた。デモモード。ちょっと電源入れていきますね。電源。オン！ハロー。お！ DVD。で、ボリュームはこんな感じ。おー、いいじゃん。全部いけてますね。あ！なにこれ、欠けてる。表示ドットの欠け、これ表示ドット欠けてますね。じゃあ一旦まず DVD からいきましょうか。これね、 DVD のトレイをオープン。ああ、なんか聞きが悪いちょっともう一回、うん、
でテレビの方はどうなってるかですよね。ちょっと見ていきます。こんな感じでですね、テレビつけるといつもよく見る DVD のメニューですねになっているので、まあおそらく、はい、基板の痛みとかはとりあえずないのかなというところで、ちょっとまず DVD 再生していきます。2個目、恐れよ最強ヒール伝説ということで、これを再生していきます。リーディング、あー DVD 再生しないわ。そういうことか。こちらの方もですね、読み込み中ってなってますね。うん、DVD は残念ながら再生しないですね。うわー、回りながら開いた。ちょっと CD どうか。 CDR になります。はい、CD 聞いていきます。DVD ノーディスク終わってますね。ちょっと普通のですね CD 聞いていきます。あ、CD 読んだで、再生は、あー、こんな感じ。テレビも聞こえてる。ちょっとバランスを整えてやるとですね、テレビをセンタースピーカー的な感じに設定もできます。あ、音は非常になんか明瞭な音が出ますね。うん、こもってるとかそういうのは一切ない。 CDR はやっぱりダメで、普通の CD は再生するっていうことなんですかね。あともう一枚 CD、 うん、ピアノの音が弱いかな。はい、やっぱりですね CD は普通に再生しますね。もう一枚 CDR、 再生できないディスクですと。あー、やっぱり CDR あかんのかな。なんか CDR 無理っぽいですね。じゃあ DVD、 今度 DVD が再生できるかです。あ、再生できた。再生できましたね。うん、どういうことや。メンテナンスは必要かもしれないですね、こちらね。うん、温まってきたから再生してるんだということは、ちょっと念のためですね、もう一回。あ、呼んだ、読むやん。なんやの。はい、いけました。 DVD、CD は、まあ、若干ピックアップのメンテナンスは必要かなというところなんですけど、こちらは使うことができました。次はこちら MD ですね。こちらの方をちょっと見ていきます。こちらですね、ハードオフで買ったデッキについてた動作確認用の、MD になります。ハードオフと同じ MD です。これをちょっと入れていきます。こうか。え？なんで？よし。あれ？なんで出てくんの？え？よし。MD にして、あれ、ちょっともう一回、まあ、MD はこんな感じでですね、出てきてしまうっていう感じになってます。 MD はこれで終わりです。なんでやこれ。じゃあ次にチューナーいきます。チューナーいけてますね。うん。本日のゲストはシンガーソングライターの竹本圭。まあチューナーもいけるという感じですね。
じゃあ次にカセットテープ、これめちゃめちゃ気になりますよね、カセットテープね。こんな感じで、じゃあ一旦トレイをオープンするのかな、これオープンしていきます。おーほー、あれ、あ、これでいいの、これがカセットテープになります。こうで、これでいいか、クローズ。おお、すごい。これちょっと再生していきます。あ、いけてる。なんかでもあれやな、歪んでるな、もや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 って歪んでますね。逆はこうか、こうして逆再生。あ、こっちが大丈夫や。B 面の、再生の方はいけると。 A 面の再生は歪む。はい、まあそんな感じで全貌が見えました。 MD は音が鳴る以前の問題で、入れるとなぜか戻ってくるという現象になってます。で、DVD、CD は、まあ、再生するもののちょっと不安定、ピックアップの清掃とちょっとレーザー調整で、まあ、上げてやってもいいのかなというところですね。カセットデッキは A 面の再生は不安定で、 B 面は普通に再生できるということは、まあ、ヘッドの問題とかそういうものではなくて、まあ、おそらく A 面を再生する時の何かしらの問題かなというところです。直してやるのはこの2つで、メンテナンスが必要なのはこの真ん中のデッキということですね。くぅ、やっぱりな、こういうことですよね。まあ、20年経ってますからね。まあ、そういうことも起こるのかなと思います。はい。それではですね、こちら、なぜ MD が、出てきてしまうのかっていうのをですね、ちょっと見ていこうかなと思います。で、今ですね、こちら単独にしまして、もう配線とか全部外して、ここで動作確認はできるようにしてるんですけど、どんな動きをするか、ちょっと分解していこうかなと思います。で、こちらの方はですね、両サイド2箇所と、後ろが1箇所2箇所ですね。ちょっとこちら開けていきます。で、後ろ、それではですね、こちら開閉の扇をしていきたいと思います。開閉の扇開けます。お、こういう感じで、いけるやつかな、これ。はい、開きました。もう、至ってシンプルな感じです。で、ホコリはですね、やっぱり20何年分のホコリが溜まっていて、はい、こんな感じになってます。こちらの方も剥き出しでしたね。はい。だから、剥き出しだからこそ、こちらのレンズの汚れっていうのは発生しているのかなと思います。これね、おそらく汚れてますよね。それでいけんのかな。ちょっとこの状態でどんな動きをするか見ていきたいと思います。やっぱりダメですね。ちょっとピックアップの清掃しておきます。ピックアップは結構汚れてましたけど、それとは関係なさそうやな。 MD が回転しないから異常を感知して出してしまうのかもしれないですね。この装置をちょっと外していく必要があるかなと思いますね。あ、全く反応せえへんなった。そう、認識してないな。これ外れた。これのせいか。ああ、やっぱりそうでしたね。外れかかってたって感じですね、ここが。このフラットケーブルが、ちょっと傷んでるとかって、そんなことないですかね。
これが悪いとかってことないかな。まあ、一旦これ外してみましょうか。で、これ外すにはおそらくここ噛んでるだけなんで、この2つ外したらこう抜き取れるんじゃないかなと思います。お、ちょっと前面パネルを外します。前面パネルはここ下ですよね。はい、外れますね。はい、こんな感じになってました。がっちりくっついてるんですよね。って飛んでるな、これ。うっ、あ、取れた、取れました。割れそうやな、大丈夫かなこれ。まあなんとか大丈夫でした。この線とかもどうなんやろな。ちょっとこれも綺麗にしときます。で、これがなぜ出てくるかなんですよね。後ろはこんな感じになってます。このゴンベルトは動いてる。これが動くとトレーがここのスライドしていきます。ではここのゴンベルトは大丈夫。これでちょっと動かしていきます。回らない。お、あ、あ、回った回った。なんか回ってますね。で、だモーター回るんや。あ、トックリーディング。これも動きますね。そういうこと？トック読まない。これ調整できるんかな。レーザー光の調整があればいいんですけど、こんな感じなんですよ。で、状態はこんな感じ。トックリーディング、MD ダメか、ディスクエラー出てました。だからやっぱりあれか、読まないんですよね。もう一枚違うディスクセットしてみます。ダメやな。はい、まあそんな感じで MD はちょっとダメっぽいですよね。レーザー調整ができればやっていきたいなと思うんですけど、シリコンスプレーでちょっとグリスアップの方だけしとこうかなと思います。はい、ちょっとですね、これ外していこうかなと思います。で、これを外そうと思うとちょっといろいろ考えたんですけど、ここの4つ外すか、ここの上、このこれで外れるんかな。お、やばそう、これなんかやばそう。こういう感じになってるけど、ちょっと一旦外そう。お、お、取れた。こんな感じになってますね。で、これ可変抵抗あるかな。ないわ。これの周りも悪いかな。裏を見てもこれね、可変抵抗らしきものがないんですよね。この辺にね、可変抵抗の調整ネジがあったらいいんですけど、ない。お、こう横からこうレーザーの出力、こう色が出てるか見たんですけど、全く色は出てなかったので、まあ、その色が出るタイプかちょっとわからないんですけど、光は出力されてないですよね。だからもうやっぱりこのピックアップレンズが悪いんかな。交換用とかもないしな。けぇいやー、もう MD はもうこういうのがあるんでね、辛いですね。これちょっと外せるか見ていきましょうか。外していきます。
外れたで。お、取れた。これで外れると。あとはこういうふうに外すとピックアップが取れましたよと。で、ピックアップの可変抵抗はないよな。ないですよね、これね。これ外してみましょうか。これで外すことができそうです。で、これで金具が取れて、で、同じく後ろも外していきます。取れるかな。どうなってんやろ、これ。お、外れそう。あ、もう一個困る。お、取れた。お、こんな風になってんのか。これは裏側か。あ、ここが反射板みたいになってんのかな、これ。ここね、ここが結構汚れてない、これ。これちょっと磨いて。綺麗になったような気がする。ここのピックアップの裏側も、これでどうやろう。これで直ったってことないかな。こんな風になってるんですよね。ね、これでだいぶね、綺麗になったような気がするんですよ。ピックアップレンズの可変抵抗どこにあんねん、俺。ないっていうことなんかな、これ。本体側にある？こっち側にあるかですよね。一旦これで戻していきます。こうか。ようやく取り付けが終わりまして、もう一度やっていきたいと思います。あれ、入れへん。どっかおかしい。はい、それではですね、いきます。あかんか。キリーやっぱりダメですね。いやー、まいった。キリー。はい、こちらですね、やはり MD は、ダメということですよね。あー、残念。いや、もう、まぁ、ちょっと今回ですね、MD はもうニコイチ修理しかないのかなと思いますので、ちょっと一旦諦めようかなと思います。次回はですね、カセットデッキ、それと CD、DVD、こちらのメンテナンスの方をちょっとやっていきたいなと思います。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。